こんにちは、パン京です。今日は、ドライフルーツのお話をしたいと思います。レーズンとかね、クランベリーとかドライフルーツ、イチジクとかね、いろいろあると思うんですが、ドライフルーツをね混ぜ込んでいくパンって美味しいですよね。で、あと、洋菓子なんかではパウンドケーキとかクッキーとかにも、入れていくことがあるかと思うんですが、そのドライフルーツ、ドライなのでね、乾いているフルーツを、パンに入れる場合、パン生地にね混ぜ込む場合、戻したお湯で戻した方がいいのかっていう、ことが、ね、皆さんもちょっと疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれないんですが、基本的に、うちでやっているレッスンでは戻さないでそのまま使っていくものが多いですね。ほとんどそんな感じです。一手間なくすっていうのはね、ゆるパン作りのテーマにもなっていますので、そういうふうにしてるんですが、厳密に言うとドライフルーツは乾いているので水分を吸ってしまうんですね。なのでパン生地に使う水分量っていうものもドライフルーツに吸収されてしまうっていうことがあるので、一旦お湯で戻してよく水分を切ってから使うっていうレシピも、多いと思います。で、その、ね、理由が一つなんですが、水分を吸ってしまうということですね。なのでお湯で戻した方がいい、または、ラム酒とか、ちょっとねお酒で戻す、香りがね良くなるので、そういう方法もあります。はい。で、もう一個、二つ目ですね、もう一個、あるのが、だいたい製菓用でレーズンとかだとオイルコーティングされてないものでね、お砂糖もまぶしてないものが多いんですが、ドライフルーツって一般的にスーパーとか普通のお店で買うと大抵こうシュガーコーティング、オイルコーティングされているものが多いんですね。なのでそれを取り除くために、お湯で一旦洗うって言いますかね、戻してから、その普通の状態に、プレーンな状態に戻して、使うっていうのも、一つのそういう効果があります。そう、お砂糖がついてるとね、ちょっとね味がまたね変わってきてしまったり、オイルコーティングされているとまたちょっと変わってくるので、そういう意味もあって、お湯で戻すっていうのをやっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、レシピに書いてることもあります。はい。これはもうお好みといいますかね、その方のやり方でやっていただけたらいいかなと思いますが、一手間ねちょっと面倒くさいわって思われる方は、オイルコーティングのない、お砂糖もねまぶしてないものを使われるといいかなと思います。はい。今日はドライフルーツについてお話をしました。それでは。